自分たちの曲を愛してるってことでしょ。マジで30年後50超えたナンバーアイがゴールするときはマジでどうなってるんでしょうね。めっちゃ泣ける。これはうざくない？どうもチカログのチカです。いつもご視聴ありがとうございます。ということでね、1時間ほど前に YouTube をね、いろいろ見漁ってたんですけども、ちょっとこれは見逃せない動画が配信されていたということで、紹介するんですけれども、ナンバーアイさんの未公開トーク第1弾ということで、これはね、ちょっとね、見逃せないポイント盛りだくさんな内容が結構サムネイルから見てて伝わったんで、ナンバーアイさんのファンの皆さんと共に共有したいなという思いでこの動画を撮らせていただいてるんですけれども、本日の24時がブロイワカバンの MV の公開日、そして明日が11時半からラジオ出演と M ステ2時間半スペシャルに出演される、そして月曜日の朝ぐらいですかね、日本時間に言うとコーチェラでナンバーアイさんが出演するという、まさにこのナンバーアイウィーク突入という今すごく大事な時期じゃないですか。この時期にそのパフォーマンス以外でナンバーアイさんが語られている動画というのはとても意味のあることじゃないかなと、とてもナンバーアイとして今活動し始めておよそ3ヶ月、その間の過程であったりとか、その間の葛藤であったりっていうのが結構動画で見れそうやなと思ったんで、今回一人画角ではございますけれども見ていくんですけれども、まあちょっとね、僕たち YouTube チカログも他のリアクション系 YouTuber の方々のね、勢いと並行してみんなで応援しようよと、もう僕らだけじゃなくてコニーさんであったり新田さんであったり、いろんな名だたるリアクション系 YouTuber の方がナンバーアイさんを応援されているので、僕たちも僕たちの視点で見ていきたいんですけれども、個人的には11時にブロイワカバーのダンスカバーをね、ブロイワカバーのダンスカバー、ちょっとややこしいんですけど、ヒップホップダンサーの弟ナリセと共にね、今日サビだけではございますけれども踊らせていただいて、踊ってわかる視点とかもあったんで、ぜひねフルでも踊りたいんですけども、ぜひそちらの動画も、皆さん見てほしいんですけれども、とにもかくにも今回の M ステ、未公開トーク第1弾がですね、どのような内容になっているのかというのをですね、ファンの皆さんと共に心躍らせながら見ていきたいなと思います。それでいきましょう、よろしくどうぞチカログ。それでは見ていきましょう。オープンザ PC ということで、今家帰ってきてね、ちょっといろいろやってたんですけれどもね、もうそんな作業をほっぽり出してね、ナンバーアイが本音で語り合うって書いてるよね。本音で語り合うナンバーアイさん見たいじゃないですか。ゴートの制作秘話、平野翔くんが悩みを告白、悩みで神宮寺くん藤愛を語る。なるほど、これはちょっと楽しみな内容っすね。さあ、ナンバーアイさんのね、未公開トーク第1弾、期間限定配信ね、見ていきたいなと思います。ポチッと。な。初登場。テレビ初披露くじマジ楽しみですね。何人の大人を困らせたか。すごいね。まあ、困るっていうか、やっぱやりたいことがいっぱいあるっていう意味でもありますけどね。いいね、ガチトークっすね。いや、いいね。YouTube 限定。YouTube しててよかった。うんうん。あ、でも、あれじゃない？ん？初めて M ステに出演するから。うん。そうだね。うん。知らない人が多いってことだね。まあその認知度はめちゃくちゃありますけどね、やっぱこういう点を聞くとやはり謙虚だなというふうに思いますね。やっぱり初出演だから知らない人が多いよねっていうね、こんなん普通言えないですよ。普通この勢いで行くと、普通の人やったらやっぱ調子乗っちゃうじゃないですか。地に足ついて覚悟を持ってやってるっていうのが分かりますよね。この3人のね、3人の空気感、こんな感じっすよ空気感はね。でもリアルに3人で集まったらこんな感じだよね。そうだね。ああ、なんか無理にこのテレビ用に
自分たちの雰囲気をこう出してない感じが素でいい。うん、昨日のね、ナイナイミュージックさんのバラエティでも見させていただいたんですけれども、バラエティに出た時はやはり見てくださってるファンの方を楽しませたいっていう感じですけど、やはり3人がしっかりこう集まった時にはどういうエンターテインメントを届けるかっていうことに軸を置いて話されてると思うので、やはりこうほんわかした雰囲気だけじゃないっていうのが結構リアルですね。バタバタしすぎでしょ、うん、そうだね。なんかでもエンターテインメントっていうさ、ものをさ、振り返るきっかけになってる。エンターテインメントを振り返るきっかけか、多分人の過ごす時間の2倍3倍いや10倍ぐらいの濃密な時間をこの半年で過ごされてたと思うんですよね。ここに来てエンターテインメントを振り返るきっかけになったと。あったね。その人に影響を与える側としてはさ、でもまず自分のマインドを作り上げないとさ、絶対人に与える。なるほど。自分のマインド、人にエンターテインメントを与えるなら、まず自分のマインドを作り上げなきゃ人に与えることはできない。もうまさに自分たちがどういった心意気で活動する、どういった心意気でエンターテインメントを作り上げるっていうところに、もうやはり自分たちのマインドっていうところをちゃんと持ってやらないと世界には通用しないっていうことが、やっぱ3人ともがいろんなことを乗り越えてるからこそ実感して大事にしてるマインドなんやなと思いますね。いないからさ、なんかそこをボートでちゃんとね、作り上げデビュー曲で作り上げたっていうね。この半年でね、そう、自信じゃないけど、なんかこうやって楽しんで、あのパフォーマンスしたり、曲を作っていいんだっていう自信が、あ、楽しんでパフォーマンスしたり、楽しんで曲を作っていいんだ、でそのマインドがあるからこそ確実なものになっているから自信がついたんでしょうね。これなんか出た気がしたね。最終ショーがトラック、なんかこれ全く余談なんですけど、市場なんですけど、アプローチ魔人の神宮寺くんがこう結構真剣な顔でトークされてるの見るだけで、なんか知らんけど泣ける。うん、めっちゃ泣ける。これはなんでしょうね、この3人ともが本気だからこそ出る、この話してるだけでも溢れ出るこのオーラというか、真剣さ、真剣度合い、楽しいなぁ。そのダンサーさんの知り合いのトラックメーカーさんの方経由でトラックを自分たちで動かないといけないみたいなのがあった。自分たちで動かないといけない、それはもうおそらく、前のグループに属していて最後の最後、終わってしまった瞬間はやはりどん底にいたと思うんですけれども、そこだけじゃなくて、こう自分たちを自分たちで奮い立たせてる感じがものすごい伝わりますよね。この段階で自分たちで動かないといけないって、いくらね、やっぱり 2B の社長、滝沢社長のプロモーションがあったとて、自分たち3人がどういう気持ち、マインドを持って動かないといけないっていうのを、やはり3人は本当に悩んで本当に行動されたんでしょうね。頼ってちゃダメだみたいな、頼ってじゃダメだ、聞いてもらっていいじゃんってなって、2人にも聞いてもらってっていうことは、平野翔くんが考えた、マインド、平野翔くんがこう思ってるんだよっていうマインドを神宮寺くんと岸くんに聞いてもらったことによってっていうことなんでしょうかね。聞いてもらっていいじゃんって、それによって共鳴してくれたっていうふうに僕この話を聞いて思いましたね。だよね、そうだね。でもそっから原型ほとんどなくなって変わった。ああ、変わったんですね。だからやはりそれは平野翔くんの思いのパーセンテージがやっぱ強かったから、2人と共有したことによって神宮寺くんの色、岸くんの色もそこにプラスアルファされて、ガラッと変わったというか進化したっていう表現ですかね。これはそれこそさ、3人でスタジオこもってさ、もう何時間も、ね、ラップも最初ね、風呂だけだった、歌詞だけやったんや、
で、なんかそれもなんか家帰って聞いて、うん、じゃあここテレレテテ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 テテ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 、はい、こんな感じのフローどうですかみたいなのを送ってみたりとかして、あ、だからもう一緒に会ってない時間でさえもこのゴートを生み出す時は密に連絡を取り合って、こう常にブラッシュアップしていったっていう風にゴートを作り上げたんでしょうね。今これテロップで出てるんですけど、ゴートをデビュー曲にしてよかったっていうのは本当にナンバーアイとしてもよかったし、ファンの方としてもよかったし、あとは日本の新しいエンターテインメントを届けるっていう意味でもよかったと思いますね、僕は。デビュー曲にしてよかったよね、うん、そうだね。でも一つ難点は本当年取ったこれはリアル、マジで30年後50超えたナンバーアイがゴートするときはマジでどうなってるんでしょうね。もうその時はもうヤギの上に乗ってゴー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 でめっちゃ平和なゴートも見たいですけどね。ただおそらく年齢を重ねたとしてもナンバーアイさんは体動くよ、絶対動くと思うよ3人とも。ほらほらほら、やはりストロングスタイル、やはりこうもう追い込むしかないぜ感、うん、アプローチマジン神宮寺くんのこのストロングスタイル、普段爽やかやのに何この強宮寺出してくるところ熱い。仁王立ち、もう動かないってこと、ゴー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 ってことですか神宮寺くん、そういうことですよね。想像したらめちゃくちゃおもろないですか。 Then the masterpiece and you go カカカカカカカチェッチェでしょ、何もしないでしょ、ある意味強そう、うん、我慢我慢、逆に我慢、逆に動きたくても動けないだけなの、我慢。なんかそのバラエティだけやと結構岸くんが面白いキャラみたいな感じですけど、面白いきっかけを生み出すの神宮寺くんっぽいっすね、マジで。やっぱ沼るっすね神宮寺くんって、うん、沼宮寺たるゆえんがここのトークに混ざってますわ。動きたくても動けないだけなのに、それをあえて仁王立ちっていう表現で見せきる真のエンターテイナーっすね、マジで。動きたくても動けないだけなの、我慢じゃなくて。なんかさ、俺一個思うのがさ、はい、ここで平野翔くんの悩みがついにこの中盤あたりできましたね。俺の悩み言っていい？言ってください。俺は悩みっていうか、はい、これちょっとガチな真剣なやつなんだけど、ガチな真剣なやつ来ます。今から皆さん止めずに早よ見ろというコメントね、聞こえてきてます、すみません。っていうかこれちょっとガチな真剣なやつなんだけど、はい、結構さダンスもこだわってるじゃん、はい、結構さ俺がさ言っちゃったりするじゃん、はい、それはやはりプロフェッショナルがゆえでしょうね、うん、ここもっとこうしようぜ、ここらアクセントもっとこう揃えようぜとか角度こうしようぜとかね。で僕ちょっと戻るんですけど、岸くんが人の話を聞く時のこのまっすぐ目を見てこうしっかり相手の話を受け取ってる姿勢がやはりリーダー、そして人間性が高いなと本当に勉強させていただいてます、こういう姿勢。これちょっとガチな真剣なやつなんだけど、真剣なんだ、結構さダンスもこだわってるじゃん、うん、結構さ俺がさ言っちゃったりするじゃん、うん、なんかダンス固めようとかさ、ここもちょっとした方がいいと思う、言ってくれるねって言える信頼感ね、神宮寺君のその言うねとかじゃなくて言ってくれるねって、ちゃんとその厳しいアドバイスもしっかり自分のため、まして自分たちのためっていう風にちゃんと認識してるからこその言ってくれるねの一言ですよね。これ受け取り方が素敵、神宮寺くん。うざくない？うざくない？うざくないよ、平野くん。うざくない。ごめんなさい、ナンバーアイでもないのに勝手に岸くんと神宮寺くんの意見聞く前に。地下屋の市場を挟んでしまってごめんなさい。ただ
謙虚すぎて泣ける。なんか言ったってる感1ミリもない感じ。マジでうざくないってこれ本心で聞いてるわけじゃないですか。もう言ったら前のグループと並行して数えたら5年ぐらいの年月が経つわけじゃないですか。一緒に活動し始めてね。うざくないってこれ悩みっていうか葛藤だったんでしょうね、平野翔くんの。そう、どこまで突き詰めたらいいのか、どこまで言っていいのかっていうのが、やはり平野翔くんのようなやっぱりプロフェッショナルな意思を持ったカリスマからしたら、やっぱ葛藤って尽きないし、ましてやリーダーのこと大好き、神宮寺くんのこと大好き、岸くん神宮寺くんのことが大好きならなおさらでしょうね。こういいものを届けたいからこそ言ってるけど、自分のこの意見って独りよがりなんかなとか、僕も普段振り付けを作って涼介に踊ってもらったりするとき、マネージャーサトシットに踊ってもらったりするときってすごくそれを感じます。あの一緒の意見ですっていうのはおこがましいですけど、本当にうざくないかなって思ってしまうことってあるんですよ。やはり作り手として、こう先頭に立つ身としてね。だからこのうざくないの一言はすごく個人的にグッてきます。うわぁ、やばいなぁ、全くうざくないよ、助かるよって、この言葉を聞けた今平野くんの気持ち、すっげー嬉しいと思いますし、すげー安心したと思いますね。うざくない、全くうざくない、シンプルに助かる。俺多分、俺が言われたら俺多分腹立ってくる。全く、いやーこれはね、自分っていうこともしっかり客観視されてますよね、平野くんは。自分が言われたら絶対に腹立つからこそ、二人を気にかけている心情が見えますよね。俺が言われたら俺多分腹立ってくる。全くない。それは俺たちもチームとして、なんていうんだろう。やっぱリスペクトしてるから。聞けば聞くほどいいグループやわ、ナンバーアイさん。そう、リスペクトがないとやっぱり伝わらないんですよ。それは平野翔くんが2人をリスペクトしているっていう点ももちろんあると思うんですけど、岸くん神宮寺くんも平野くんをリスペクトしているからこそスッと受け入れられるっていう、このナンバーアイさんのこのリスペクトし合っている絆、絆が生み出すゴートですよね。そんなにむしろね、言ってもらえば、それは大きくなる。いや、なんかそう躊躇してたから、なんかこれで仲悪くなってったら嫌だなとか。いやー、これここまで言ってね、そのやっぱり分かってはいましたけど、あえて言いますね、やっぱビジネスグループじゃないっすね。ほんまにその自分たちが一生このグループでエンターテインメントを生み出して生き続けていくっていう覚悟とか意思を常に持たれてるからこそ、これで仲悪くなったら嫌だなっていう、その少年心が消えない、一生この自分たちが大好き同士でいたいっていう意思がやっぱ感じられますよね。これで仲悪くなったら嫌だな、これはその絶対こうやったらジミンとか岸君こうやったらかっこいいなって思うやつを、結構言うだ。だから平野翔君から見た神宮寺君の踊り方であったりとか角度であったり、平野翔くんから見た岸くんの音の取り方であったり、アクセントの取り方っていう、その個人個人を分析したからこそ、こうしてみたらっていうのをリスペクトを込めて普段伝えてるっていうことですよね。こういうやつを結構言う、確かに言ってくれるね、リスペクトできてるから、私いいものがね、できるんだったら、いいものができるなら、やはりそういった、アドバイスもやはりリスペクトがあるからこそ受け入れられる。その何のためにこれをやっているのかっていうのがはっきり見えてるんですね、ナンバーアイさん3人ともが。平野翔くん1人だけじゃなくて3人ともがしっかり共有できてるから、ちゃんとこういう風に言い手と受け手がしっかり混ざり合っていいエンターテイメントが生まれてる。
僕悲しかったことがあって、 SNS を見ててね、こう平野翔くんのわがままに付き合っている神宮寺くんと岸くんを見てられないとか、その結局独りよがりな、平野翔くんの独りよがりなエンターテインメントやんとか、神宮寺くんと岸くんが無理やり付き合わされててかわいそうとか、そういうね声をね、やっぱ SNS で見かけた時にすごく悲しくなって、うん、全然そんなことないのに、うん、なんか理解されないこう苦しみとか悲しみっておそらく3人も絶対見てると思うんですよ、そういう声をね。ただそういうのを払拭してくれるようなこの3人の絆を改めて聞けて、僕はめちゃくちゃ嬉しいです。混ぜてここに混ぜてほしい、仲良くしようね、よろしくね。マジでピュア素晴らしいっすね、こういうところよ。いやほんまいいね、これ最高やね、このシーン。あーよろしく、泣けるわ。結構俺が口うるさく言っちゃうから、全くよくしよう、もちろんよくしようと思ったけど、ほんまにうざいとかだるいとか思ってないんでしょうね、岸くんと神宮寺くんって。ほんまに自分たちのことのために言ってくれてる、で自分たちがそれを元に進化したらナンバーアイのためになるっていう風になってるんでしょうね。でワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンを本当に意味で体現しているグループですよ。うん、一人はみんなのために、一人は三人のために、三人は一人のために、そのワンフォールオールフォーワンの精神が結局は世界に通ずる一本道ドンって通ったでっかいでっかい塊、でっかいでっかい意志でありプライドになっていくんでしょうね。もちろんよくしようと思ってね。うん、ありがたい。それぐらいかな、悩みは。ありがたいね。すごいね、なんかこういう悩みを打ち明けられる、そして打ち明けた時に聞いてくれる、うん、仲間がいるっていうのは本当に人生においての財産ですね。僕もやっぱり普段チカログで凌介と一緒にできて、編集隊長の友がいて、弟のナリスも協力してくれて、マネージャーのサトシとも一緒になってエンターテインメントを生み出してくれるっていうね、やっぱ周りにいる人間のありがたみをこの非公開映像を見て改めて大事にしようって思いますね。本当にまあありがとう、いつもみんな。ありがたいね。嬉しいな、M ステに出れるって。なかなかないね。M ステに出れる、タモリさんと喋れるっていうこと、やはりね、出たことがあるからこそのじわーっとくる嬉しさなんでしょうね。いい曲だもんね。くるよ。初披露だもんね、一曲は。そうだね。そうだね。うん、自分たちでのもめっちゃダサいけどさ、富士めっちゃかっこよくない？いや、大好き。ダサくないですよ。自分たちでも言ってください。たまにはひけらかしてください、本当に。富士大好きなの。いやかっこいいもん、富士。プライベートでも聞いたりとか。俺全然聞いてるよ。いやいいでしょ。登場の高ぶりを上げるために富士。あの高揚感はやばかったですからね、本当に。生で見させていただきましたけれども、ほんまに真っ赤なバッグにナンバーエ3人が出てきた時の魔王覇王帝王感半端なかったですからね。三大神です、本当に。見るために富士聞いてて、そうだね、富士聞いて、富士聞いて、富士聞いて、メイクして、富士聞いて、衣装着て、富士聞いて、マイク聞いて、富士のオンパレードや、もう富士のバーゲンセールか、言うて。富士聞いて、出て、富士買ったやつ。なんか自分たちでもあんなたぎる曲ってさ、すごくないですか？それを明日披露するんですよ。自分たちのモチベとか気持ちをたぎらせる曲が富士ってことでしょ。だから自分たちが自分たちの曲を愛してるってことでしょ。素晴らしいですよね。やっぱそれがやっぱあれなのかな、こう自分たちでこう愛着持ってやってる。いやその通りでしょ。だから与えられたものを、分かりました、じゃあそれをしますって言ってるんじゃなくて、自分たちが自分たちの意思で自分たちのカラーをしっかり持った上でエンターテインメントに注ぎ込んでるからこその愛着ですよ。何でもそうやと思いますよ、やっぱり、うん、自分で決めたこととか自分でこれやって思ったことをやっぱり人は
愛着持つじゃないですか。うん、いや素晴らしいな。堂々としてる俺らを見てもらいたいね。いやもう見させていただきたいです。それもあって楽しみ。うん、次の曲もあるから。確かに。 そして明日、え、岸君どうする、かますか？ちょっとかまさないです。 YouTube 第2弾公開、夜8時からぶちかますでしょ。スペシャル生放送。いや熱いな、熱いですね本当に。ちょっともうこのナンバーアイさんのこの素の感じでゴートの制作秘話であったりとか、藤井への思いであったりとか、平野くんの、悩み葛藤を、伝えて、それを、受け入れる神宮寺くんと岸くんのこの愛、このナンバー愛の愛の部分を見ましたね本当に。もうこれは総じてサイ&コーでございます。今日のサイ&コーは最も幸せと書いてサイ&コーでお届けしましたでして、一回閉じましょう。チカログということでね、本日はですね、一人画角にはなっちゃったんですけれども、ナンバーアイさんの非公開制作トーク第1弾を見させていただきました。本当にねこれは見てよかったですし、本当にこれをファンの方にも見せてくれるっていう、このナンバーアイさんの心意気と M ステさんの心意気ですよね。本当にこれを見たら、より明日の M ステでのパフォーマンスを感動して見れると思いますし、なんかよりやっぱりナンバーアイさんのそのパフォーマンスをしているところ以外、ほんまに3人が話されているところを見ると、よりナンバーアイさんの人間性の素晴らしさであったり、ナンバーアイがどういった意思でエンターテインメントを届けてくれるのかっていう部分を伝えてくれるからこそ、やっぱり自分たちファンもそういった意思でナンバーアイさんを応援できるから、アーティスト側とファン側のここの絆もすごい深まっていくと思うんですよ。なんかただのファンっていうかは、ナンバーアイを知った経緯は僕は何でもいいと思うんですよ正直。もう顔から入ろうが、パフォーマンスから入ろうが、といろんなところでこう興味を持った上で、興味を持った人を掴んで離さないっていうのがやっぱナンバーアイの強みやなって改めて思いましたね。なんか男が男に惚れる瞬間ってこういうことやなって思いますし、なんか YouTube チカログもやっぱりいろんなアーティスト様を取り上げさせていただいてるんですけれども、 YouTube チカログを活動する上でナンバーアイさんの意思、自分たちがどういったマインドでやるのかっていうところは、やはりこう YouTube チカログ目標が10万人なんですけれども、10万人っていう数字ではなく、自分たちチカログが存在する意義みたいなのをよりねしっかり僕、涼介、サトシ、トモ、ナリセ5人でねちょっと喋って、より大きなこうマインドを掲げたいなっていう風に思ったんで、ちょっと YouTube チカログもね10万人達成する前に緊急会議して固めていきたいなと思いますね本当に。いや改めてナンバーアイさんのこの3人の愛、3人のリスペクト精神、そして絆に感動しましたでして、てな感じでね、明日の M ステ楽しみですし、チカログはですね他のリアクション系 YouTuber の方に比べたら少し、仕事の関係でリアクション遅くなってしまいます。で今日の24時に配信されたブロイワカバーも、すぐにはちょっと見れない状況で、僕たちはチカログ2人でやってるので、普段ねこの絆をやっぱり見ると、やはり僕一人画角でやるよりかは凌介と2人でブロイワカバーの MV のリアクションをさせていただきたいなと思いますので、少しお時間かかると思うんですけれども、ぜひ僕たちのリアクションも、楽しみに、してくださったら嬉しいなと思います。てな感じでね、 YouTube チカルは年内チャンネル登録者数10万人を目標に日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しかったなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。いやー今時間で言うとね10時45分で、まあ、この動画が出てる頃にはもう出てると思うんですけれども、本日11時にね僕と成瀬のブロイワカバーのダンス
配信してるので皆さんよかったら見てください。いやー明日 M ステでなーいっぱいになるからちょっと仕事はかどらへんかもしれへんけど、しっかり仕事頑張って明日、夜中12時頃から凌介と一緒に撮影するので応援しててくださいでして。